ニュルンベルクは、ドイツ海軍の軽巡洋艦、ライプチヒ級軽巡洋艦の2番艦。艦名は、ニュルンベルクにちなむ。本艦の武装と装行配置を示した図。1933年3月16日ドイチェ、ベルケ社に発注。同年11月4日寄港。1934年12月8日浸水。1935年11月2日収益。 第二次世界大戦開戦後、最初は北海での機雷イフ設に従事した。ドイツの駆逐艦はイギリス東東岸沖に機雷イフ設を行っていて、その支援のために巡洋艦が投入された。12月12日、そのような支援作戦の一つでニュルンベルク、ケルン、ライプツヒがシリックローズから出撃した。12月13日、ドイツの巡洋艦はイギリス潜水艦、 サーモンに発見され攻撃を受けた。まず、11時25分に、ライプツヒに魚雷が命中。続いて11時27分に、ニュルンベルクにも魚雷が命中した。魚雷は、干渉付近に命中し浸水したものの、浸水は、魚雷の命中した区画に限られた。しかし、干渉の破損により出せる速度は18ノット程度となった。13時40分に駆逐艦、ヘルマンキュンネ。 リハルト・バイチェン、ブルーノ・ハイ・ネマンが合流し、それらに護衛されて3隻の巡洋艦はキロに着いた。ニュルンベルクとライプツヒの出せる速度の違いから、リュッチェンスは別々に帰還することを決め、ニュルンベルクにはヘルマン・キュンネが同行した。ニュルンベルクは翌日無事帰島した。修理完了後、1940年6月にトロンヘームへ移動。6月14日からニュルンベルクは、 駆逐艦エイリッヒ、シュタインブリンクと共に第三山岳師団を乗せた輸送船をトロンヘームからエルベガーズマンまで護衛した。7月、損傷した巡洋戦艦グナイゼナウを駆逐艦や水雷艇と共にトロンヘームからドイツまで護衛した。1941年には練習艦とされる。9月、戦艦、ティルピッツなどと共にバルト海に展開。 1942年12月、ノルウェー北部へ進出。1943年5月ドイツに戻る。1945年1月、機雷布施設及び避難船の護衛に従事。燃料不足のため1月27日以降は、コッペンハーゲンに止まっていた。戦後ソ連に引き渡され、アドミラルマカロフと解明。この時に残された金が現在。 ドイツのラーボエ海軍記念館に展示されている。ありがとうございます。